牛浦沼は、大韓民国継承南道少年軍の落東港が流れる近くにある、いくつかの湿地群の総称である。また、湿地群の中で最大の沼の名称でもあり、他に、木浦、砂地浦、直地ボールといった湿地も含む。位置は、遊魚面、梨棒面、大合面にまたがっている。湿地は、全域2.13平方キロメートルに及び、 これは、韓国最大級の面積である。また、韓国に7つある、ラムサール条約登録出地のうちの一つである。牛浦沼は、非常に多くの絶滅危惧種や希少種の生息地である。1997年の調査に基づくと、合計で342種の絶滅危惧種が生息していると考えられている。 ここで見られる最も希少な植物はオニーバスであり、特筆すべき鳥類はクロツラヘラサギである。牛ウラヌマは、マナズルやヒシクイを含む多くの渡り鳥の中継地、越冬地となっている。爬虫類では草亀をあげることができる。牛ウラヌマは、その大部分が1997年以降保護されており、一部は環境公園となっている。一方で、農業や漁業といった活動が、 現在も行われている。この国では近年エコツーリズムが広く行われるようになってきたが、依然多くの地元住人は沼を保護するという考えに反感を抱いたままである。少年軍では観察者の便を考え、ビジターセンターと観察所が湿地の近くに建設された。そしてその近くには解説センターが設立された。2019年に時40の包丁が行われ、 種の再導入が行われている展望台からありがとうございます。